皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、前回の動画でこちらのね、ファイヤーシェリフ、はい、ご紹介しました。でね、顔とお尻がなかったんで急遽ね、あの動画の後塗ってみました。いかがでしょうかね。顔とお尻ができた感じで、すごいこうね、あの実写感が出たっていうか、いい感じにね、350円、元が350円のねミニカーとは思えない仕上がりになったと自分では自画自賛しております。ということでね、使ったのはね、100均のペイントマーカーね、とこれに、これですね、ペイントマーカーだとちょっとね、細いところが塗れないんで、こういうね、これネイル用の筆なんですけど、これをね、ちょっと実践じゃないですか、こうここにね、ここにここでペタ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 ってこれにねひっつけて、それで塗るっていう感じでね、ちょっとはいやってみましたね。でまあ、タンポ印刷に比べるとどうしてもね粗が目立つんですけど、ちょっと2倍にしてみましょうね。2倍にドン、はい、こんな感じです。でこれね、今ヘッドライトのところはよく見ても、ちょっとなんかピントが合ってないですね。ヘッドライトのところは見てもらうと分かるんですけど、これね、実はね、色を塗ったわけじゃなくてダイキャストなんで、要は削ればシルバーが出てくるんで、この千枚通しでね、ここをね一生懸命削ったんですよ。で削ってこう縦とね横に削って、このなんかなんつうかな、ヘッドライト感が出てる感じしません？まあ自分の中ではすごいよくできたなと思うんですけどね。であと黄色、両脇の黄色を塗って、あとナンバープレートのところですね。あと最初にここにこうギザギザのところとかね、墨入れしてます。はい、どんな感じですか？大野的にはね、すごくうまくいったと思っております。であと後ろですね、後ろもナンバープレートのところと、あとここ赤がなかったんです、ストップランプがね。で赤を着色しました。でこれでまあね、まあ、見た目がパッとねいい感じじゃないですか。で後ろよりもやっぱり前見るんで、前はね割とこういい感じに仕上がったと自分では思ってます。はい、で写真撮るときにどうしてもね、ここがね、黄色なんで、ここの出っ張ったところはね、こう写したときにね黄色く映り込むことがあるんで、ここの出っ張ったところは黒く塗ってます。はい、もう全体を塗ってもねあんまり意味がないんで、ここをね塗ってます。まあそういう感じで、後でね、この後スライドショーで写真を見ていただくんで、ビフォーアフター楽しんでいただければと思います。ということで、ごきげんよう。ココ大野のチャンネル。